徳川家康伊賀越の地を訪ねる、紅葉の秋を、る、歴史街道を多くが11月19日、伊賀市、津毛町で催される。放映中の NHK の大河ドラマ、どうする家、で7月、家康が本能寺の変後、自国三河を目指し、川を通った、危険な逃避行が描かれた。街道を、福は家康が立ち寄ったとされる徳永寺も、出る。 JR 杉駅前に19日午前9時40分、集合する。杉駅、ラら歩き始め、所要、約2時間で、約6キロを歩いてたく、駅に戻るコース。と、残り307文字、全文511文字ご登録、第1ヶ月間は99円。